皆様こんばんは「ゲメュュトリヒ」にズレズレトーク日中はまだ暑いですねでもあのススキの方が少し揺れ始めたり秋風を感じる朝夕は本当に涼しくなりました、えー、空気もねやっぱりこうお日様の光をこう通す雰囲気が秋めいてきて。 私は春に続いてあの秋はとてもスきなのであのなんかちょっとししっとりとりワワクワクしています、えー、私のこの「トークラジオ」のサムネイルの、えー、画像も気づいた方いらっしゃるかと思いますが秋バージョンに9月からなっております、えー、大好きなねクリムトの絵なんですけれども、えー、このラジオを始めるときにやっぱり四季を感じたいと思って最初に えー、春夏秋冬4枚クリミットの中から選んでみました、えー、春から夏はちょっと雰囲気が似ているのかなあの気づかれなかった方もいらっしゃるかもしれません、えー、冬はどんなものになるのかなと楽しみにしておいてください、えー、秋といえばというか9月といえば、えー、っとヨーロッパでは夏のバカンスの季節が終わって でそしてまたオーケストラやオペラコンサートいろんなものが芸術がまた、えー、息づくシーズンの始まりになります9月になるとねもう本当に忙しいですねこの間まで我が家で夏休みを過ごした兄もまた仕事が始まってふうきついきついって言っていました。<laughs> えー ね、あの夏休みの頃っていうのはやっぱりあのでしたっけ観光客がすごく多いのでいろんなところでシーズンオフでありながら小さなねコンサートはいっぱいあってバレエを伴ったコンサートだったり野外のコンサートだったりそういうものがこうちょうどよくなんか混在している季節でもあるんです9月って。 ウィンにいいた頃っていうのはと小さなホールもたくさんあってでそれらのほとんどはあの何百年も経ってるようなあの歴史的な、まあ、貴族のお屋敷の、えー、大広間だったりすることがとっても多いんです。で私自身ちゃんとしたコンサートホールとして、えー、例えばそれ,それこそクリムトがねあの天井画とかをあのやった。 有名なミュージックフェラインザールウィン学友会ホールですか、音楽ホールああいうようなきちんと音楽のためのホールで演奏するした数よりもおそらくそうしたあの小さな貴族のお屋敷宮殿そういったところでの大広間での演奏会が断然多かったわけです。うん所属していたオーケストラでもやっぱりあのパトロンがね住んでいらっしゃる。 街なんかにには必ず定期的に行った。なのでそれらがこそ,うそれこそクリ,ムトのた頃クリムトが活躍した頃の関松の,セキマスのウィンのねあのセセッションの、えー、頃の建物や、うん、何でしょうそういう内装の を手がけたようなそういうところなんかはまだまだ新しい方に入るほどあもっともっと何百年も経ったバロック建築までも,もがね本当にこう惜しげもなく使われていてもちろんそこには修復を重ねてきたりしているものもあるわけですけれどもでも何でしょう過去を大事に保ちながらの修復なのであのそこに新しい現代 的なものがこう置かれていったりしても十分。その歴史を感じつつ、もともとのその建物の中には何か古い歴史を、うん。ずっしりと感じられる、そんな建物がいっぱいありました。そういうものをこう歴史的にこう貴重なって思ったのは、実はあのあ、あまりにあちらにいるときには当たり前だったので、帰国してからだったんですね。で。 あのよく日本に帰ってきて「あのここのホールはあの残響がない,いくついくつでもう素晴らしい音響があの自慢なんです」とかって演奏会行くとこう説明を受け,ら受けたりするんですけれどもそうしたあの大広間的なところっていうのは決して音楽ホールのように作っていませんから。あの 音がどうかなって思われるかもしれないんですがそれはとても心地よい残響のところが多かったです何かこう歴史とかいろいろなものに支えられているようなそんな気持ちすら感じるようなもうそれはあの良い雰囲気を作り出してくれているまあ、前からお話しているように演奏会っていうのは演奏者だけの力でこう完成するものではなくてその ホールの雰囲気であったり、そこに集ったお客様のからこう出されるオーラであったり雰囲気であったりそういうものが全部混ざり合って、うん、一緒に緊張したり一緒に喜んだりっていうそういうものがあって完成していくのが演奏会だと思っているんですがそういうものをこうより早く感じられるより早く一体感を。うん 感じられるそんなあのホールがいっぱいありました、うん、先日本当にあの美しい中秋の名月、えー、私たちのところでは見ることができました皆様のところはどうだったでしょうか本当に本当に美しいお月様でしたねあのお月様を見ていてふと思い出した、えー、出来事があります、えー、今ねちょっと こ,これまでもお話ししたようなその美しいホールで起きたことだったんですけれどあの今日お話ししたようにある私が所属していたカンマオーケストラあの室内オーケストラのあのがいつも定期的に行っていたウィーンから電車で1時間ちょっとぐらいのところでしたかその美しい町でいつもあのパトロンさんがいらしたので定期的に演奏会 行っていたんですねでそこの町っていうのはあのブルジョワ層の方もともとがブルジョワ層の方々が住んでいるところだと聞きました、まあ実際に行ってみるとこうちょっとボストンに雰囲気の似たようなあの落ち着いたあところで,でそれで言いながら、まあ、自然も大変豊かなので、えー、駅を降りたお目の前の大きな通りでも あのハリネズミがひょこひょこと道を渡っているくらいそんなのどかでいながら品のあるあの町だったんですがえそこの視聴者で、うん、ちょうどあのその時はですねその日ちょうど創立記念日か何かやっていたのかな創立記念日で他の。 えー、演奏会、まあ、いろんな分野の演奏ですねだったり、まあ、外の中庭の方ではロックバンドが弾いてたりとかってまあ珍しく賑やかな、えー、日でしたあのいつもは本当に私たちの演奏会だけで静かに行われていてうーんあの本当に建物その視聴者の建物自体も寄せ木細工の見事な寄せ木細工の床 にウォールナットのもうしっとりとした色の,あの壁そしてステンドグラスっていう,う、ね、重厚で本当にシャンデリアも品があって美しい建物だったんですがそこにこうロックミュージックの音を聞きながら入っていくっていうのはその日が本当に初めてでした。でまあ、いつものようにプロベあの ゲゲプロアあとリハーサルですねあの投資稽古をしたりしてであのそんなロックの音,音楽はもちろん聞こえてこないあの広いですしそれにそこのお広間はそういう外からの音は全く遮断されていてそしてまあ本番が始まりました。本、え、当、ー いつ,ものいつも行っているところなのであのたくさんいつも来てくださる方たちも大勢いらっしゃるから温かい雰囲気で始まったコンサート何曲か進め,進めていってあれはグリークのもう本当に美しい調べをあの静かに演奏するところみんなで弾いてみましたらね突然電気が消えちゃったんです。 すべての電気がパッとで一瞬ざわめきましたお客様も含め私たちも「えっ?」て声こそ出,ない出さないけれどもそこにはこうざわめきがざふざふふ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 ふなふふ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  静かな明かりがその大広間に差し込んでいたんです美しい月明かりだったんですその日はあの見事なお月夜で,でそんなことねあの演奏会始まる前夕方に入ってますから、うん、気づいていなかったでも凛とした冷たくはないけれども 冷たくはない凛とした美しい白い月明かりがあのホールの中にさしていてステンドグラスも通して差し込んでいてその静寂の中で私たちの演奏する私たち誰一人として弓指,指を止めることがなかったんです。き続演奏はを続けたんですね。 でもここまでの静寂ってあるんだろうか演奏が続いているから音はあるんですよね音楽はでも静寂なんですここまでの静寂ってあるかしらっていうくらいにみんなが思いに耳をすまし音に耳をすまし空気に耳をすましお客様ももう心から 耳をすましその静寂のを感じていたそれは素敵な時間でしたそして楽譜は見えなかったけれども弾き続けて演奏が終わった時にもう拍手をすることすらはばかってるような静寂の後に拍手が始まった。 で大,大きく暖かく私たちを包んでくれましたでなかなかあの電気は復旧せず結果その日は電気は全く復旧しなかったんですねであのろうそくを持った主催者が現れてそしてお客様に、うん、あの申し訳ありませんでした実は、えー 庭で行われていたロックバンドが使っている電力が大変膨大で、えここの視聴者が持っている電気の、うん、キャパを超えてしまいました。キャパスティを超えてしまいました。申し訳ありませんでした。ずいぶん長いこと、この古い建物のために色々と電気については工事を重ねてきましたが、 ここまでの電力には耐えきれませんでした」<laughs> っていうあの謝罪の言葉そして私たち演奏家に対してもとても丁寧に謝罪の挨拶をいたただきましたロックバンドの人たちはね本当に気の毒でしたよねきっとスピーカーも、うん、エレキの音もいろんな、まあ、電気に頼っていた部分ですから全くそれ以降はできなかったことでしょう電気が飛んだ後は。 私たちはアナログでしたからちゃんと楽器弓と弓と指がと楽器があって、えー、奏で続けることができましたその時にもも何かとても嬉しい気持ちがしまししまたねうんそしてその静寂の中にはそうちょうど前回にも、ね、お話ししたような見えないけど見えるあるいはいないけどいるそういう何か あの歴史がそしてそこにずっと集ってきた人たちの何かが私たちを支えてくれていたようなもちろん月明かりも支えてくれましたそれはもう明らかにそういう不思議な感覚ってあるよなぁと思いました今でもその時のねことはもう続ゾ々クゾクとするほど喜びに、うん、溢れるように思い出します。 あの日本にはねたくさん素晴らしいあのホールもありますでももしももしも現代の特にですね多目的ホールと言われるたくさんねあの日本中にあるそういうホールで同じようなことが起きたとしたらああいう対応ができただろうか演奏家も何かに心を澄まして。 引き続けられるような、そして聞く人たちもあそこまであの耳を澄まし続けるようなそんなあのことができただろうかって少し思います。やっぱりあの空間だったからこそあの歴史やいろんなものが私たちを支えてくれたからこそできたことだったのかな起きたことだったのかなと今更ながら思います。えー 今度あの私事でというか宣伝前伝とかのお知らせになってしまうんで心苦しいですが、えー、今度ね12月の3日の土曜日あのリサイタルを横浜では9回目となりますが、えー、横浜みなとみらいホールで演奏させていただきますショーホールの方です、えー、大好きなホールなんですね本当素晴らしい音が降ってきてくれるような、 あの大好きなホールですえ1年以上1年半以上かけての大改修の後ですから私もとっても楽しみなんですけれどもきっとその、うん、大きな改修はあってもこれまで演奏されてこられたたくさんの、うん、方々の何て言うかこぼれ落ちていったエッセンスのようなものとか、えー、作曲家たちの 何かこう何かがきっとまだそこここにあのいると私は信じているのでそれにまた新しくなったホールで出会えること見つけること、感じることを私自身も楽しみに演奏させていただこうと思っています、えー、よろしければ足を運びください、えー、詳しいことはこの概要欄に書いてありますのでお目通しいただければ幸いです 美しい月明かりからそんな素敵な思い出小さなハプニングのとっても素敵なハプニングの <laughs> 思い出を、えー、思い返しましたのでお話しさせていただきましたそれでは皆さんまた来週阿部敦子の「ゲミュートリヒ」にズレズレトークでした。